さっきガナリさんの YouTube を見たら、うん、ガナリと直接喋るのが怖い人みたいな感じでそうしたら南原さんに回そうっていうみたいな。で、今日あのガナリじゃ嫌なの？東大1年生のお兄さん、今日の相談は何ですか？将来大学卒業した時に、やっぱり大人になってお金持ちになりたいんですよ。そういった時にその手段として起業して会社作ったりする実業家っていうのは、まあ、ありなのかなというのがメインの相談です。まあありだよねやっぱりそうですか。まあただそのお金持ちっていうのがどういうのか、僕お金持ちかお金持ちじゃないかと思う。お金持ちだと勝手に思ってるんですけど。お金持ちじゃないんだよね僕は。そうですか。ちなみに今の現預金残高、まあ普通に銀行の通帳は昔ローバーっていう会社が潰れた時に全部整理整頓して一つしか持ってないんだけどその残高は100万円もないと思うけどね。つまりお金持ってないね。でもちろん机の中の現金なんて数万円しかないし、今もポケットの中にも結構100万円とか入れてる人もいるけど、そうですね、多分 2,3 万しか入ってないと思うけどね。じゃあ会社経営してお金持ちになれるっていうのは幻想なんですか？いやだからお金持ちの定義をどうするかだよね。現金いっぱい集めて貯金の残高をこう貯金通帳を眺めながら楽しんでるのが、まあ、お金持ちなのか、まあすごいお金の出入りはあるけどもそのキャッシュが回ってて、でそういったのをお金持ちっていうのか、例えばお金もないのに立派な家に住んだりしてる人も中にはいっぱいいるし、まあ、必要以上にこう着飾ってたりだとか、強欲にお金を集めて、まあ、お金を作って例えばなんかフェラーリを買って見せびらかしたいのかとか、使いたい何にどう使いたいか、何に使いたい。ちなみに僕なんかこれこのジャケットいくらだと思う？まあ普通に2万円。うん、4000円でした。マンゴーっていうブランドで、まあ、たまたまウクライナで買ったんだけど、まあブランド的には世界中どこのお店で買っても同じだけど、まあたまたまバーゲンだったんで買ったんだけど、4000円でも十分だよ。ストレッチも効くからちょうどいいんだよ。その直帰っていうかベストいくら？6000円ぐらいですか。なるほどね。じゃあそこでやっぱり6万円のベストとか、まあシャネルとかで買えばもう60万ぐらいするよね。そうですね。どんなことがしたいんだろうね。60万のベストを着てなんかキンキン、まあ、僕なんかアップルウォッチだけどさ1000万円ぐらいの時計をしてなんか20万の靴を履いて歩きたい、お金持ちになりたいの。そういう感じでは。そういう感じじゃない。今学校でどんな勉強してんの？学校ではパソコンのプログラミング系とか。どんなプログラム？いやまだ1年生なんでそんな高度じゃないんですけど、Python とか使ってなんか簡単な。そうですね、多分、はい。練習代わりさ、俺の名刺を整理する Python のプログラムをちょっとだけ手伝ってくれないかな。難しいですね。難しくはないな。そのもうすでにデータベースになってるんだけど
まあ、ただそれちょっとよそのデータベースを使ってるんですよ、うん、でそこにこうアクセスしながら、まあ、整理整頓してもう一個のデータベースを作って、うん、そこには例えば職業区分が入れれないから、うん、まあ、こことのやり取りでこっちに職業区分を入れてって例えば、まあ、東大生っていう選択をすればその東大生だけに電子メールを送れるようなこうソフトを使ってっていう話なんだけどソフト、うん、いいじゃん大学で先生にこういうソフト作るときにどうやってやるのって言って作れば先生が教えてくれるまあお金持ちになりたいまあそれは誰でもそう思うと思う、まあ、ただ抽象的漠然としすぎてお金持ちになりたいでも誰もお金持ちになれないでも東大の1年生だったらそれなりに頭も必要もあるし今すでに Python とかそういった言語やっててまあもうちょっとしたら AI なんかも簡単に使えるよねそうですね多分専門家で2年3年で上がっていくいや今でも簡単に使えるよだって日本、まあ、世界で AI で本当にまともっていうのになってくるとGoogle か Microsoft か IBM か、まあ、あとは中国の会社とかが AI のその簡単に言うとそこにアクセスして使わせてもらってるのがほとんどなんだよね例えばよくある名刺読み取りソフトあるじゃないですか、はい、パシャってやるともうシュッと全部違って、うんありますね、それ裏方は Google なんだよねそうですかうんまあ、あんなのは AI っていうよりも OCR に近いけど、うんうんうん、例えばもう写真を1枚撮って、うんうん、ここに男女何人いますかとか、うんうんうん、でその中にその年齢は大体いくつぐらいの人がいますかとか、うん、こういう AI をじゃあ組もうと思ったらマイクロソフトの AI とかを使って、まあ、そこにちょっとこうアクセスするようなことができれば、うんうんうんすぐに使えちゃうからね。そうなんですか。うん。で、それを使って、まあ、事業を始めるなりしても。そうだね。そういうことが面白いかもしれないね。まあ、僕らだと、その、事業ってやっぱり、まず一番に、自分がただ金持ちになりたいっていう、その、どっちかっていうとお金を儲けたいからやるっていうよりも僕なんかだとこういうことがやりたいからやるっていうふうにやっぱりそうなんですねなってるよねで好きこそものは上手になれっていう言葉が昔からあるように例えば僕自動車が大好きだったからもう自動車の業界でこう突っ走ってって世界中から車を輸入してでまあそんな中から会社の経営を覚えていったりとか財務的なものを覚えていったりとかしていってそっちが先なんですねそうでもう次に何が面白くなってくると会社の規模を拡大したいとかさでもまあご存知かどうかローバーが一旦潰れてであの時っていうのは実は言うと自動車業界をやれば大体みんな成功してたんだよねちょっとしたまあ東大っていうブランドほどじゃなくてもう全然その地方の大学を出るか出ないかのお兄ちゃんでも自動車さん開けばみんな儲かったと、それも結構みんな儲かったまあなんて言うんだろうもちろん金無垢のロレックスをしたりとかでっかい車に乗ったりいい家を建てたりとか中にはプール付きの家を建てたりとかそれなぜかっていうと僕ら昭和35年って言うと戦後35年って戦後何年でしたっけ戦後15年か15年ですよね15年ぐらいに生まれた人たちっていうのは高度成長期時代って言って、うんうんうん、まあ簡単に言うとみんな車欲しい車欲しいみたいなのがまだ車とか家とかそうそうそうまあそんな中で例えば僕ら500万円ぐらいの会社が飛ぶように売れたりして、うんうんうん、でもうみんな給料が毎年上がるしボーナスもどんどん出るし今給料をこの15年間で見ると世帯所得って確か200万ぐらい下がってんだよねそうですか、うん、
それは政府が発表している統計にきちんと出てるんで、で、まあ、そんな中で僕らがやってた頃っていうのは、僕ら結構その、まあ、分かりやすく言うと時流に乗った商売で、僕が好きな商売で、さらにある分岐点からこう会社を大きくしたり支店を作ったり、まあただそのままずっと車好きで終わってる人たちもいて、そうすると1店舗の車屋さんずっとやってますよと。例えばパン屋さんがパンを作るのが大好きで、すっごい美味しいパンを作って、でもその人はパンが作るのが大好きだってだけだったら2店舗にはならないんだよね。そこから会社経営に目を向けるって。そうそうそう。で、まあ、そういったことをこういかにこうちゃんとやっていくかによって、会社っていうのは大きくできる人もいるし、小さくのままの人もいるし、で、まあ、最近で言うと、その僕らが車屋さんで一旦こう、まあ、ローバーっていう会社倒産して人生ゲームが振り出しに戻って、つい最近まではその医療系のアウトソーシング会社をやってたんだけど、そこを社員5000人ぐらいになったんだよね。でも売却。そうそうそう。でもそれってやっぱりさ、棺桶屋の売り上げって僕が講演会やってた 3,4 年前から10年で倍になるんだよね。年間80万個から160万個の売り上げにどん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 伸びていくと、めちゃめちゃ成長する産業で、棺桶屋の部長は昨年同月対比また今年も更新だって言って、毎年毎年右肩上がり。ところが自動車の業界って、日本の自動車の新車の販売台数ってこの10年間ずっと右肩下がりなんだよね。でも、まあ、例えば自動車は右肩下がりだけど医療は右肩上がりだとか、まあ、これからそういった AI を使っていくだとか、よりロボット化されていくだとか、まあ、いろんな、例えば信号、イスラエルかどうかの信号のシステムを AI を使ってやると交通渋滞が2割ぐらい減ったとか、そうすると日本の交通渋滞が2割減るっていうと、すごいですね。日本の総産業っていうか、その人たちの時給とか人件費考えただけでも恐ろしい生産性上がるよねみたいな、まあ、そんな今までできなかったようなことがどん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 できちゃうね、時代に。何学部にいるんだったっけ。工学部です。ああ工学部の何かにいるの。いや、僕も工学部だけどさ、今あの教養課程で1年2年が。そうかそうか。そうなんです。でもやっぱりそういうあのプログラミングなり AI なり、そういう感じの方に進みたいと。そっちに進みたいと思ってるので、今1年生で、まあ金持ちになりたいなと漠然と思って。そうです、漠然となんですね。金持ちになりたいって思うよりも、面白い仕事がしたいって思った方がより金持ちになりやすい。まあ中にはいるけど、その金目当てみたいな、あの起業してるお兄さん、まあ、なんか見ててもちょっとこう、人を騙してでも金を欲しがるみたいな人たちが世の中にはもちろんいるし、まあ蹴落としてでも、まあ蹴落とすっていうのはまだいいかもしれないけど、そんなんで金持ちになっても、まあ、で、いろんなもん買って見せびらかしたりしても、まあ、まあしょうがないんじゃないかと僕は思うけどね。そうですね、やりたいことっていうんやったら、その本当に IT 系のコンピューターで何かものを作るっていうのが今一番近いかなっていう感じはします。だったら早くやった方がいいと思う。あの小学生ぐらいだったら別に早くやるとは言わないけどさ、もう大学生ぐらいになったら、まあ、その辺でもう絞り込んであっという間に頑張らんと、それがじゃああと2年3年って振り返ったら、あの時やっとけばよかったって必ず思うようになる。出遅れちゃう。大学生の間でも、卒業してから何かやろうとかって思ってたら、もうすでに今の僕、東大生の、まあ、友達っていうのはあんまりないけど、何人かその、まあ、ちょっと昔のうちに本パーティーに来たりとか、まあ、いろんな子たちいるけどさ、
まあその中でも100人いれば100用だけど、ちょっと抜きん出てるやつはもう今からそういうことやろうとしてるもんね、やっぱりね。で、例えば自分がこんなサービスやりたいっていうアイデアが例えば出たとしたら、実はそれもよその人にやられてますよとかさ、スティーブン・ジョブスの言葉で、まあ、別に僕ジョブスのめちゃめちゃファンでもないけど、まあもちろん尊敬はしてるし素晴らしい人だと思ってるけど、最も貴重な資源は時間だって言ってんだよ。まあ、大学生ぐらいってまだあんま分かってないかもしれないけど、僕が小学校の時に小学校の高島先生にほざいた言葉が、時間なんかいくらでもあるわって言った。何からですか？小学校の時にね。そしたら先生からこっぴどくもちろん叱られて、そのうち分かるって言われたけど、今最もないものが時間だよね。で、時間って誰にでも平等に制限されてる。僕の場合だけど、30ぐらいの時にはまあ1000億ぐらいの売り上げ作った、まあ、そこそこの会社作って、まあ、一つ定量の成功を収めれればいいなと思ってたけど、それが例えば、まあ、50になると、いやもう今から1000億無理でしょうとかって言って、まあ、何百億ぐらいだったらできるかもしれないけど、その限界が見えてきちゃうんだよ。まあ、自分たちの頃っていうのは限界が見えないから、絶対限界が見えないうちにもうすぐ頑張った方が、これあっという間に本当に10年経つから。10年だったらもう30ですもんね。もう30になると、まあお前はこれぐらいしかできんだろうぐらいの話にもなってきちゃうよ。会社作るときって、うん、どんな手続きするんですか？それはもう決まる。みんな聞くんだけどさ、はい、名刺作ったらいいじゃん、それで終わり。だってさ、いきなりなんか必ずどっかに広告出さなきゃいけないから株式会社にしなきゃいけないとか、取引先が株式会社じゃないと取引しないとか、まあ、ある程度の資本金がないとこのスーパーには野菜が納められませんとか、そういう要件があれば別だけど、僕もそうだけど、オートトレーディングルフトジャパンという会社の名前を勝手につけて、それから代表南原達樹って書いて、当時だと普通の電話番号が必ずないとこいつめっちゃ怪しいって言われるから、電話局行って電話回線引いて、でそれから最初の頃はメールアドレスがまだなかったよな、ファックスもまだなかったんだよな。会社の住所は？会社の住所なんか実家の住所で、あっという間に出来上がりで、海外から車輸入してで売って、会社作るのは別に法人格にいきなりしなくても、特に今なんかクレジットカードでも、個人でもクレジットカードでお客さんからお金取れるじゃないですか。だから会社作るその定義にこだわるのは後でいいと思う。その必要性ができたい。例えばソフトオンデマンドにエッチなビデオを納入したいとでもソフトオンデマンドさんの規定で株式会社しかうちは付き合いませんよって言われたら株式会社にすればいいけど、それはちゃんと書類とかいろいろ手続きをやって、で例えばね、じゃあどっかにこう、オフィスを借りたいとオフィスを借りたいけど、まあでもその辺のちっちゃいオフィスだったら個人でも、あお兄ちゃん頑張っとる自営業ねって言って貸してくれるけど、例えば虎ノ門ヒルズにオフィス借りたいって言うと、え個人無理でしょって言って、だから会社を作りたいっていうその定義自体が、個人商店も会社、株式会社も会社、ただまあある程度その例えば銀行からお金を借りたいとかっていう話になってくると、
じゃあ早めに株式会社にして税金を払って3期黒字ですよって言って出した方が早めに銀行からお金借りれるかもしれないね。まあ、ただ個人商店でも銀行からお金借りれるし、まあ、継続的にそれを見てくれる銀行もあるしそこら辺のなんていうか事務手続きとかにはそんなこだわらなくてもって感じ。まあ名刺作ったら明日できるじゃん、会社の名前決めようよなんていう会社にするの思いつかないです。うちなんかシンプルに、うちもものすごい考えてさ、なんかメビウスだとか、まあ、いろんな単語引っ張ってきたりとかしたんだけど、結局うちはあの分かりやすく自動車を輸入してるんで、オート自動車オートね、トレーディングで、まあ、それでなんかこうちょっとそれだけじゃ一般名詞なんで自動車輸入っていう、じゃあ名前っぽくするには日本でやってるからジャパンつけようか、ホットロトレーディングジャパン、なんかちょっとロゴ悪いな、将来的になんか組み合わせるときに、あ、じゃあ間に LUFT ルフトって入れようと思ってそれで作っちゃったんだよね。名前も後から決めます。名前後から決める、名前決めんと名刺すれんよ。まあ、だからあのサービスを思いついてからというか、まあそうだね、そのサービスを連想するような名前にした方がいい、ね。うんうんうん、サービスか、うん、でその早くサービスとか自分のやりたいこととかやれることを見つけないと、うん、先に株式会社だけ器作っても何の意味もないし。そうですね、うん、面白いじゃん東大生君、なんかちょっと今度その同じ学科の人を集めて、はい、パーティーでもやろうかね。南原さんがその今欲しいアプリケーションとか、うん、ソフトサービスとかって何かありますか？もしすごくいいのがあるとしたら今この場では言わないね。なるほど。そうっす。なるほど。あるけどね。うん。行ったらすぐ先に越されちゃうじゃない。うん、本当にいい話は人にはしない方が、沈黙が金だから。でもやっぱり今世の中的には本当にさ、携帯持ってるよみんなね、つまり電車の中に乗ったらさ、ついこの間までみんな新聞読んでた。今新聞読んでる人、この間銀座線乗ってさ、朝の時間たまたま乗ったんだよね、ゼロ。そうですね、今日 3,4 年前までね、その時も俺わざとね新聞読んでる人いるかなと思って探したんだけど、ただ2人ぐらいいたんだよね。今もう新聞読んでる人いないよね。確かに最近本当に、つまり新聞屋さんっていうのは、まあ新聞を売って稼ごうとしたら間もなく潰れる。うん、代わりにニュースのアプリなんかの会社がいっぱい持ってるよね、あのグノシーだとかああいった人たちが時価総額結構つけていくんだよね。最初はなんだこんな他人のニュースを引っ張ってきてリンクさせてペタペタ貼って、こんなの誰でもできるし、あんますごいとも何とも思わないようなただのサービス、それがものすごい今あの会社時価総額つけたりしてるしさ、そんなんだって簡単にできるじゃんね。そうですね、うん、ただタイミングだよね。メルカリとかもそうですよ。そうそうそう、あんなヤフーに比べて何がいいのって思ってたけど、うんうんうん、ヤフーより乱暴じゃんぐらいのサービスだよね。写真最初のうちは3枚か4枚しか撮っちゃいけないとかさ、最近ちょっと写真増えたけど、逆にヤフーの方が情報もあるし知識もあるし、でもシンプルに絞り込んだっていうところが成功のノウハウだよね、うん、そう、まあ、よく考えて早めに行動を起こして、そうしようと思います。はい、じゃあ頑張って。はい、ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。はい。
メールかなんか後でちょうだい。はい、ありがとうございました。